おはようございます、釣り子 TV です。本日のルアーはこちら、大人気ですね、メガバスのメガドッグですね。これね、複数個持っていて、でこのレッドヘッドカラーも買ってね、そういえばレッドヘッド釣ってないなと思ってね、使ってみたところ、なかなかねレッドヘッドすごいね釣れちゃって、まずはこちらをご覧ください。おー出た、おーっしゃ、おー夜トップ気持ちいい。いやレッドヘッド効くな、今日レッドヘッドデーなんですよ。いいサイズだよ。抜けっかな。よいしょ。よっしゃ。夜のメガドッグフィッシュ来ましたよ。結構ね、いいサイズじゃないですか。こんなサイズがね、巨大なトップウォーターに食ってきちゃう。メガドッグね、すごいね。夜のメガドッグフィッシュ。イエーイ。やったぜ。タックルはこんな感じで、ジーニアスプロジェクトのゴライアスに天竜のベイブレイズの組み合わせで来ましたよ。イエーイ。はい、夜のメガドッグレッドヘッドフィッシュはドドドドドドーン、70cm。 イエーイ。腹ぶっといね、これすんごい太鼓、かっこいい形だね。じゃあ逃がしてあげたいと思います。乗ったよー。あー、バカ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 、わー走ってくる走ってくる、こういう時ハイギアだといいよね。よし、あー、トトトトイトトトイトイ、よいしょ。トップも釣れるよ。はい、メガドッグ釣れましたよ。サイズはね、小ぶりだけどね、嬉しいですよね。秋特有のね、やっぱ引きが強いからね、すごい楽しいです。イエーイ。メガドッグ、こんな感じでね、夜でもね結構ゆっくりねビターンビターンやってると釣れますんで、ぜひね夜も投げてみてください。イエイ。はい、
というわけで帰ってきましたが、これね、メガドッグね、よく釣れるルアーなんですけど、釣れすぎてね、片目がいなくなっちゃってたなっていうね、そんなこともありつつ、まあお腹周りもね、だいぶフックサークルとかなんか、ちょっとした歯型みたいなのもついてきてね、シビい感じになってきたんですけども、やはりね、完成度が高いですね。最初からこのスプリットリングがいっぱいついていて、吸い込みとかにも柔軟に対応してくれたり、あとここが回転するんですよね。だから魚がかかった後ね、ほんとバレづらいんで、結構ね、シーバスってやっぱエラー洗いってね、ガバ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 って針外すためのね、激しい、攻撃が待ってますんで、そういうのもね、こう三本フック仕様の地獄がかりで、なおかつこういうね、多連結な状態にしてっていうね、ここはね、一ついいんじゃないかなっていうところと、あとね、なんかね、改めてね、他の色も結構ね、同じタイミングで投げ替えたりね、カラーチェンジしたりしてるんですけど、レッドヘッドってね、やっぱなんか夜効くなーっていうね、まあ真っ暗なんだからそんな変わんないじゃんと思うんですけど、やっぱりね、とっかい引っかえ投げていると、なんだろう、レッドヘッドの魔力というか、乗るし、そんでね、しっかり食いが深いのか、結構ね、カラーが合ってないとバイトがちょっとショート気味になって、エラー洗いでバレたりっていうのがあるんですけど、レッドヘッドでかかる魚に関してはね、なんかバイトが深くてですね、そんでもって、よく釣れるなっていうこと、やっぱここのレッドのとこが見えてなくて、このボディのところをしっかり食ってくれるのかなとか、なんかね、いろいろ考えちゃうんですけど、まあ何にしてもね、よく釣れるカラーなんで、メガドッグね、カラー展開も今どんどん増えていってるんで、あとショップオリジナルカラーとかもあるんで、で、例えばまあ陳列されている時にどの色を選んだらいいんだろうなんてね、悩んだ時は、こういうね、レッドヘッドね、一つね、おすすめじゃないかなってね。まあでもね、やっぱね、ショップオリカラとか出たらね、それ魅力的なカラーだったらね、買いに走っちゃうわけなんですが、レギュラーラインナップだったと思いますけど、このカラーね、よく釣れるんで、まあここがね、ちょっとかっこいい感じでカクカクってなってるんで、なんかオールドチックにこうビシッとね、まっすぐ切れたようなね、やぼったい感じのレッドヘッドだったらね、さらにね、いいなぁなんて思うんですけど、まあラパナみたいなっていうかな、というかこう、まあ直角にね、切れたレッドヘッドね、まあ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 、よく釣れるね、カラー、ルアーなんで、もう間もなくね、さすがに12月も入ってるんで、トップウォーターで狙うシーズンは終盤に入ってくるのかななんて思うんですけども、またね、来年に向けてはね、メガドッグ持ってない人はね、必ず1個持っておくとですね、この時期に、海に出るといいことが起こるぞってね、今年はなんかおかっぱりなんかでもね、すごいね、いろんな釣果が上がってるんでね、キャンペーンとかの写真とか見てたら、見ることができて、非常に高性能で、ほんで丈夫でね、まああと魚がバレないっていうね、いい輪なんじゃないかなと思いますので、持ってない人にもぜひチェックしてみてください。はい、というわけで本日の釣り子 TV はこちら、メガバスのですね、超マグナムペンシル、メガドッグですね、これでいい釣りができたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。